はい皆さん、こんにちは BT オプション顧客サポート部のねんちーです。今回はですね、あのテクニカル分析の1つ、MacD を使ってちょっと BT オプションのテントレーダーを利用して取引方法を説明しようと思います。はい、でまずはですね、皆さん、あのテクニカル分析で二2つのタイプがあるの知ってますかはい、1つはトレンド型ですね、トレンド型といいましてで、もう1つはオシレーター。 型ですねこの一つ,つのこのトレンド型なんですけどもどういうことかというと、まあ、仮にトレンドがアップトレンドになってて相場がこう動いてますよねそういう時にそれに乗っかって、はい、取引をするタイプの,あの手法あのテクニカル分析をこのトレンド型と言います逆にあのダウントレンドの場合は売りの注文でこう波に乗っていく感じですねそれをトレンド型と言います テクニカル分析で,、はい、でもう1つのオシレーター型というのは基本的に売られすぎ、買われすぎが分かるようなあのテクニカル分析ですね。なので要はここのラインでもう買われすぎているからそろそろ売りだよっていう逆張り派で売りに購入するタイミングが分かるで仮にあの買われすぎっていうのが分かるとそれの時にローに購入っていうことですね。はい、で今回はこの MacD は、オシレーター型となるので、逆張りのテクニカル分析となります。はい。では実際にテントレードを利用して、ちょっと、あの、取引を説明しようと思います。では実際に取引を行っていきます。まずは種類のところなんですけども、あの、こちらは、 私、オンデマンドが基本好きなので、オンデマンドを選択しました。通貨ペアはどれでも大丈夫です。とりあえず、ちょっと、そうですね、ユーロ円を選択します。で、1分取引が好きなので、1分。で、足は必ず、あの、取引と極力合わせるようにしてください。なので、1分取引であれば、1分足がベストです。で、次にテクニカルというところを開きまして、1、2、3、4、5。 5個目の MacD を選択してください。で、そのままのデフォルトで結構なので、OK とクリックしてください。はい。で、基本的にですね、ここの MacD、緑色で表示されているこのラインというのが MacD のラインとなります。で、MacD シグナルというのがちょっと、ちょっとブルーっぽい白っぽい色ですね。こちらのラインとなります。はい。で、基本的に MacD が、この0から えっと、上ですね。0から上のところで MacD が MacD、えっと、のシグナルに、下に抜けたら、ここでローに購入タイミングとなります。はい。逆にですね、下の方で、あの、0より下以下ですね、のところで MacD が MacD シグナルの方を突き抜けたら、はいに購入となります。 はい。基本的にそれがルールです。で、ここを見ると、今ちょっと購入タイミングではないので、他をちょっと見ていきます。オージードルどうでしょうタイミングですかタイミングではないですね。全然、あの、この辺り抜けているので、今タイミングとはならないです。ユーロ王子。皆さん、あの、口頭で答えてくださいね。私が質問してるときは、できるだけ。はい。これはどうですかタイミングですか ではないですね。はい。なぜかというと、あの、ここで抜けてはいるけど、ここではローの購入タイミングですね。しかし、ここでは、はい、まだ、こう、抜けていないので、タイミングとならないです。ユーロカナディアンドルを見ていきましょう。タイミングですか はい。そうですね。際どいところですね。なぜかというと、あの、ここで一旦抜けて、下に落ちてきてるんですね。で、またさらにちょっと抜け始めているので、ちょっと際どいですね。どちらかというと。どちらかというと、本当に下の方で抜けた時の方が購入タイミングとなります。なので、私はこれちょっとパスします。はい、に購入しません。はい。で、ユーロ、スイス、フラン、ちょっと見ていきましょう。あ、ちょうどちょっと抜けましたね。 抜けて、ちょっとして、はい。そうですね。ちょっと気どいんですけども、はい。一度、ちょっと1万円で購入したいと思います。はい。なんし、なんでそんなにいい加減なのって思われるかもしれないんですけども、あの、基本的に、まあ、下のところで、あの、抜けてはいるんで、今、ちょうどそのタイミングとは限らないんですけども、ちょうどここが、 この一番このまま上に見ると、ここがハイの購入タイミングとはなるんですけども、あの、基本的にまあ抜けてちょっとこう上がってきてる、やや上がっているので、私はハイに購入しました。でも私また失敗しましたね、本当に。1分取引のつもりが3分になってました。なので皆さんもこれが2分となれば、1分経過しているので、もう、はい。あの、<laughs> 1分だと思っていってください。私は1分のつもりでした。すいません。 はい。しかしちょっと他のを見ていこうと思うんですが、もう残り10秒なので、ちょっと待ちましょうか。状況がどうなるか。はい。で、あと残り4秒。どうかな上がってきましたね。いい感じに。はい。で、1分経過したということにしてください。皆さん。勘弁です。で、払い戻し可能額は8000円ということで、入ってきたということにしましょう。 はい。この後はもう無視してくださいね、これ。では、他をちょっと見ていきましょう。ユーロ円見ていきましょうか。あ、これはここで抜けてるんで購入タイミングにはならないですね。はい。では、次に他を見ていきましょう。ユーロドル。ユーロドルは購入タイミングではないですね。この辺りで購入タイミングも、はい、ありましたが、今は購入タイミングではないです。 でこれはちょっと抜けて、ここがちょうど購入タイミングだったけども、抜けたので購入タイミングではないですね。ポンド円見ていきましょう。このあたりが購入タイミングでしたね。はい。で、ポンドドル、どうですかそうですね。このあたりが本当に購入タイミングだったんですが。はい。で、ドル、スイスフラン、どうでしょう 購入タイミングがこのあたりでしたね。なので今は購入タイミングではないです。でもややこれちょっと上がってきているので、もしかしたらもうそろそろということがあるので、私だったらこれ紙とかに控えて、あの、ドル、あの、スイスフランですね。CHF と書いて、あの、後ほど、あの、見に帰ってくるように、はい、自分で書いときます。でもこれまたちょっと離れましたね。もしかしたらまだまだかもしれません。では他見ていきましょう。ドル円。 ドル円もこの辺りが購入タイミングで、今は購入タイミングではないですね。はい。なので、また、あの、後ほどですね、ちょっと購入タイミングが近づいた時に、はい、再度録画しようと思うので、はい、一旦停止させていただきます。はい、皆さん、いよいよトレードタイミングかと思えば、今 <laughs>、抜けましたね、本当に。もう、なぜでしょうなぜ抜けるの こうテクニカル分析が起こったりするんですけどまあそろそろ来るだろうということで1万円で購入する、はい、準備をいたしましたで基本的にこの MACD ですね MACD のラインがシグナルを超えようとしていて0以下のところにあるので範いに購入チャンスとなりますねはいドル円以外にちょっとドル あ、こちらも結構。あまだですね。これはまだですね。今、ドルがこちらで下がってるので下がってくるかな。怖いですね。そろそろハイだと思うんですけども。で、必ず私は1分取引をしていることを確認しながら、はい。取引をしたいと思います。抜けそうですね。タッチしたかなしたかなはい。タッチしましたね。では、ハイに購入しました。 はい。で、さらに私はもう本当に毎回なんですけど、マーチゲール大好きっ子なので、1万5千円で範囲にまた、あの、これを下がるようであれば、もう一度購入する、あの、準備をしました。はい。どうなるでしょう上がってきてますね。やった。これ早く終わってくれないかな。あと残り30秒となりますね。で、先ほど私みたいな失敗何度もこれ、他の,あの手法、動画でも、あの、説明してるんですけども、ここ、 あの、通貨を変えるときに必ず1分取引であることを、はい、確認してくださいね。私何度もこれ失敗してるんですけど、治らないですね、本当に。はい。多分皆さんにこの動画を提供しているときにちょっと緊張しているので、なかなか忘れちゃうのかもしれません。許してください。はい。残り9分8秒となりました。いい感じですね。これ勝ちかな多分。はい。で、1万8000円。 はい。ということで、8000円が利益となりましたね。いい感じです。では、ちょっと、他に購入タイミング。結構一つが購入タイミング来ると、他も購入タイミングだったりするので、はい。確認してみてください。これもそろそろですね。ドルとスイスフランですね。これはまだですね。ポンド円。あまだですね。これが逆に上の方で、あの、マック D がシグナル抜けたとしても、買いじゃないですかね。皆さん気をつけてくださいよ。 これは、この下で MacD がシグナルを抜けたら買いですよ。この上ではダメです。はい。で、ポンド円、ユーロドル。あ、ユーロドルいい感じですね。ちょっと抜けそうな。あ、私も失敗して100円で購入してしまいました。はい。1万円で購入します。ちょうど抜けたのでいい感じですね。これはちょっと忘れてください。100円のつもりではなかったです。はい。で、ちなみに私はマーチンゲル大好きっ子なので、 さらに1万、これで負けたら1万5千円でローに購入するように、はい、します。さあ、がれ、下がれ。で、私今1分取引であることをちゃんと確認してなかったですね。危ない危ない。これは1分となってますが、必ず皆さんもちゃんと確認してくださいね。はい。で、残り24秒となりましたね。 で、今の時間帯、日本時間ではこれ20時半になるんで、これは香港タイムなので、20時半ですね。20時半なので、まあ結構相場動いているので、動いている時に結構マック d は使えると思います。はい。すごい素直にこう、結構バンバンと動いてくれるので、すごいわかりやすくていいです。特に1分取引おすすめです。はい。で、こちらも利益となりました。なので1万8000円で8000円が利益となりましたね。やった では、あの、ちょっと履歴、先ほど私失敗して3分取引買ったものがちょっとマイナスになっている、あ、ちょっと見えないですね。はい。しかしこれも、もうそろそろ払い戻し可能額は出てくると思います。この履歴すべて今日 MacD で使ったものなので、本当に使えます。あの、そうじゃないです。見ての通り。っていうか、これ早く、ちょっと時間かかることもあるんですけども。あ、出ましたね。はい。いい感じに増えました。はい。なので皆さん MacD、D はい結構使います使ってみてくださいはい皆さんどうでしたか取引はい簡単でしたよねマックディ案外わかりやすいですよねだって本当に LINE をこうマックディがシグナルを抜けたらまあハイに購入で逆にあのシグナルを下にこうマックディが入ってきたら 売り、ローに購入ということが分かりますよね。すごい簡単です。皆さんも使ってみてください。で、今後はですね、あの、テントレーダーも本当にテクニカル分析のところを、あの、一つずつ説明していこうと思うので、はい、期待しといてください。で、最終的に、あの、どれをこう、重ねたらもっと勝率が上がるかっていうのも、一度全部一通り説明したら、あの、実際にもっと具体的に、はい、内容を詰めていこうと思います。 はいでは期待しといてくださいね Thank you for watching Goodbye everybody